はいどうも、SEC コンサルティングのスキョリです。お疲れ様です。僕今ね、ホームページ、また別ジャンルの、ちょこっと別ジャンルのね、ホームページを作ってて、で、それをね、2日に、各日で、要は1日おきに1ページ作るって決めてるんです。で、例えばだよ、1日目、すごく頑張って作業して、ホームページ、ね、1ページ記事を更新というか、しっかり作って写真とかも引っ張ってきてね、でホームページの1ページを作って、で翌日結構その僕の本業の方でいろいろやらなきゃならないことが あるから、それをやって、でその次の日はまたホームページ作成とかいろいろやってみたいな感じの、1日1日おきのペースで今仕事をいろいろやっててさ、でもうね2ヶ月ぐらいになるんだけど、ページ数はやっぱり 5,60 ページは作ったんですよ。で、アクセスとか見るじゃないですか。謎にね、ユニークユーザーが毎日30人ぐらい来てくれるんだよね。どこにも告知してないんだよ、基本どこにも告知してないのに、それだけ記事書きまくると、謎のユニークユーザーが30人ぐらい毎日来てくれて、で、ページビュー的には、これね、アクセス集める業界としては低いんだけど、ページビュー的には100ぐらい毎日ページビューになって、ということは30人来てくれてページビューが100だから、1人来てくれたらその人はそのページと、あと他のページ2ページ分ぐらいは見てくれて帰ってくみたいな感じなんだよね。でまだホームページ作ってる最中だから、もちろん物を売るっていうかサービスを売るんだけど、料金表とか何も書いてないんですよ。料金表も作ってないし、もちろん会社名もまだ入れてないの、本格稼働してないから。とにかく今記事作ってる段階で、でそういうことになってるんですけど、そこを自慢したいわけではなく、僕が言いたいのは、5、60ページ今現状あるけどね、目標としては100ページちょいぐらい作ろうと思ってたの、最初2ヶ月前は。で、いや100ページもできんのかなと思いながらやってきたけど、いやとりあえず半分来たよねと思って、で結局ねコツコツなんですよ。コツ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 やっていく最初の一歩を踏み出しながら、きっとできるはずだと、今日の一歩踏み出せば明日の一歩もできるしっていう感じの気持ちで頑張ってくると、結果50ページ分ぐらいは、50ページ超ぐらいはできて、で謎にもうすでにアクセスが集まってて、でそのジャンルやっぱり僕ねニッチな分野で攻めるのが好きだから、狭いジャンルでそれだけ集まってきたら十分収益化可能なレベルなんですよ。あ、これいけるいけると思って、で今改めてね、もっとペースアップしたいなと思って頑張ってパソコン打ってんだけどさ、やっぱりコツコツなんですよね。コツコツやる人が勝つんですよ。だからあなたも結構遠い目標であっても一歩ずつやっていけば必ず結果が出るので、諦めずにやってください。で結果が出るのはいつか分かんないよ。僕だって100ページ分作ってね、で、ホームページ完成と、その時点ですぐ収益化なるかったらほとんどならないと思います。でそれを今度 YouTube とかに流し、で Twitter とかに流し、インスタやるかどうか分かんないけど Instagram とかにも流し、でそこでまたそのちょっとコアなあれが集まってきて、そこで初めて収益化になると思うから、またね、ホームページできればそれで、はい、もう儲かるっていうわけでは全然ないからさ、なのでもちろんその好きなことを、自分がやってて楽しいことをやっていかないと心折れちゃうよっていう話に若干飛ぶんだけどね。なので、諦めずに頑張っていきましょう。あなたは絶対にできるはずです。なぜなら僕程度でできるんだから。できないわけがないです。僕基本ダメなやつなんですね。それがちょこっとしたことがあって、結構真面目、根は真面目だったから頑張ってきたんだけど、あなただったら絶対にできるので、やってください。とにかくやるってことですね。今回は以上です。 SAC コンサルティングのスキョリでした。ではまた。